子見つけて、思わず写真撮っちゃったわ。その価値はある一枚よ。私に合いなの？もう。際どい下着って着せてみたくない？の方がいいのかな。アヒルちゃん柄とか。持っててね。そう、かぶって肩にかけて。で、これがコード譜。シールドはもうつないであるから、アンプのノブのメモリはこれぐらいと。さあ、一回合わせてみるわよ。1、2、3、4。
バンドだから。私がいるとミコがいつまでも遠慮しちゃうから、だから家を出たの。所在は知らせてるんだけどね。あとはそのままミコが好きな道を行ってくれれば、絶対あの子の方が向いてるし、旗で見ててもわかるもの。花が好きで、その花を生けることで何かを表現することができる。花の命を生かすことがあの子にならできるもん。ちょん切られた花は枯れるだけよ。実を結ぶこともなく、私にはできないの。呼び出しかけるなんて。
お久しぶりです。お姉さま。出たな、父様の手先め。用事は分かってる。要件も分かってる。イコ、答えも分かってるんでしょ？それに対する答えももう言ってある。お父様とお母様は弥生お姉様を次代の家元にと。あたしなんかより巫女の方が向いてるでしょ。私なんか正座20分で足しびれ切っちゃうもん。あたしは継ぐ気なんかないの。やりたいことがあるから。それよりもミコ、あなたがはっきりなさい。好きなんでしょ、華道が。お姉様、私にはできません。あなたは私にはできないことができるの。早く気づいてね。お母様によろしく伝えてね。弥生はまだ帰れませんって。うちのようなことしてくれたわね。裏切り者なのね。そうなのね。この俺は大
たっぷりとさせてもらっちゃおうかな。貸さない。もう少し待って。もっとかっこいいポーズにしてよ。モデル代、お弁当で先払いしてるんだからね。いいよ、取んなくて。にしてもつまんない。これマクロレンズだから。拙者用のレンズ。撮れるけど、被写体に3センチまで寄って撮影できるの。
ないよ。これで花とか取る人が多いの。綺麗な石に光を当てて、その内面の光を取るとか。写真に撮った方がよく見えることがあるから。光が透けてすっごく綺麗に撮れてるかも。冬は光が強いから発色がいいってサイコ先輩が言ってたし。フィルム余ってるはずだから大丈夫だよ。私の顔のアップなんて面白くないの。第一、顔のアップというより皮膚のアップになっちゃう。